大須賀川は、千葉県成田市、香取市、香取郡神崎町を流れる利根川水系の一級河川である。川口から見た様子。左が、両層用水第一導水路、右が、大須賀川成田市前林の南端、大栄十四3へ突き出た部分を源流とする。しばらくは、東争大地の森に囲まれた、狭い谷津田を北流し、旧大栄町の島市である松子と井上の,の間を、 抜けてゆく。上流部は他日電が発達しており、市街地は他日電を囲む新用寺を抜けた大地上に形成されている。あたしかの駒橋付近で南西より天正寺川を合わせ、河川幅が広がる。続いて、など東部で南から下田川を合わせると、香取郡神崎町に入る。神崎町内は南東端を流れるのみで、間もなく香取市に入る。 しばらくすると、大地部分を抜け、利根川流路沿いの水境地帯となる。大都地区の市街地に至り、急流路は北西へ流れ利根川へ注ぐルートとなる。現在は、大戸の市街地より東へ進む、大塚川排水路が本流である。河川幅はさらに広がり、森戸地区を抜け、沢原市街地北部にて、両層用水第一道水路と合流する。第一排水機場にて、 支流の八見川を西から合わせ、利根川へ流入する。天正寺川合流点より下流8 1トル及び急流路である羽川大須賀川の全区間が一級河川に指定されている。また、支流では八見川の神崎元宿から大須賀川まで一級河川となっているが、途中の香取市昭和町付近で羽川大須賀川と十字交差する箇所があり、 当該地点より上流を上八県川、下流を下八県川として分けて指定されている。本河川は農林省による国営療総用水事業の一環として当時佐原周辺でたびたび洪水をもたらしていたト根川及び大塚川の流水を栗山川を海宿九十九里浜まで放水するための導水路建設とともに抜本的な河川改修が行われた。その際に 大ード地区から、沢原市街地に至る延長 4km の新流路を、底幅 12.5m で掘削する大規模な稼働変更がなされた。大須川排水路より上流部についても、県営の支線用水路整備事業として1953年に大須賀線が着工。これを川切りとして、各地で支線用水路整備が進められていった。大須川排水路を含む、 国営療総用水事業は1965年に完了し、各地で進められた、支線用水路整備事業も1967年にはすべて完了となった。これらの事業以来大規模な水害は発生しなくなったが、設備の老朽化や農業環境の変化に対応するため1993年度より、防走導水路事業を導入し、設備更新や維持管理の合理化、 用水配分、送水の効率化が進められた。大塚川排水路、発見川排水路はその一環として、再び農林水産省の直営で河川改修が進められた。両者の合流地点にある第一排水機場の更新とともに、底幅は15メートルまで拡張され、流下能力が強化された。大塚川排水路は2000年に着手し2013年に完了。 発見川廃水路は2002年に着手し2007年に完了している。上流部下田川との合流地点溝上京より、下流方、暴走道水路事業により、河川幅が拡幅される地点か取市統計所01、土地、気象国営良総農業水利事業観光記念市、良総用水の歩み、ありがとうございます。